皆さんこんにちは、ゾウさんです。今回はですね、スマートフォン撮影をするときに気をつけるポイントについて、お話していきたいと思います。で、今回ですね、まあ、ほんとちょっとしたポイントをですね、気をつけるだけでもですね、映像のクオリティっていうのはもう劇的に上がるので、まあ、今回はですね、iPhone の設定からですね、まあ、撮影を気をつけるポイントをですね、実際に撮影しながら解説していきたいなと思います。今回はですね、4月ということもあって、まあ、桜をテーマに、撮影できればなというふうに思ってますが、一旦はですね、ちょっと iPhone の設定をですね、お伝えできればなと思います。しっかりと撮影する前にですね、 iPhone のカメラの設定をちゃんと設定しておかないとですね、結構後から見た時に、まあ、うまくいってなかったりとかするので、こちらの設定方法をですね、簡単に解説していきたいと思います。はい、ということでここからはですね、iPhone のカメラの設定をちょっとお話ししていきたいなというふうに思います。で、ここの中の撮影を実際する前の設定なんですけれども、設定をですね、まず開いてカメラを開きます。この中でですね、このグリッド線っていうものをこう事前に出すことをですね、出していただきたいと思うんですけれども、このグリッド線を、まあ、出すだけでですね、このラインが出るんですね。グリッド線がめっちゃしっかりと出るので、このグリッド線をちゃんと意識して、撮影をするということが、大切になってきます。あとは、まあ、ビデオの設定としては、まあ、4K60fps 60fps って書いてるんですけれども、まあ、60fps、まあ、編集を前提とするときはですね、まあ、ちょっと遅くしたりとかしたいなみたいな人はですね、まあ、ここのフレームレートっていうんですけれども、60とかですね、まあ、そこまで編集しないっていうところであれば24fps とかですね、あとはもう本当にデータとか重くなってしまうんで、そこまで画質もこだわらないってなれば、まあ、HD1080p の、まあ、30fps とかの設定でも大丈夫ですね。で、実際まあやっぱり映像をきれいに撮りたいということで、まあ、僕の場合はやっぱ編集とかもスピードを遅くしたりするので 4K の 60fps で撮るんですけれども、まあ、こちら、24とか60でもまあいいかなという感じですね。で、カメラの設定はですね、まあ、4K60fps と、しっかりとグリッド線を出して撮影するだけでもですね、映像の、まあ、傾きとかですね、ちょっとこう傾いてるとあんまりこう綺麗に見えなくなってしまうので、グリッド線に沿ってしっかりと水平を撮るということを意識して撮影していただければと思います。ということで、ここまでがですね、撮影にする前の、まあ、準備段階ということで iPhone の設定をですね、お話しさせていただいたんですけれども、ここから、実際に撮影の方に、移っていきたいと思いますので、具体的にですね、どういったところを気をつけたら素人っぽい映像がですね、本当にプロっぽい映像になるかということをですね、比較しながらですね、解説していきたいと思いますので、ぜひそちらの方にですね、行きたいと思います。 Let's go。はい、ということで今から1カット目の方を撮っていくんですけど、一応全体、まあ、流れとして公園の中に、まあ、入っていくっていうところから、桜の、中で、まあ、シーンを撮っていくみたいな感じなんで、早速ちょっと1カット目から撮っていこうと思います。で、1カット目は歩いていく。で、まあ、映像ちょっと動きつけたいんで、上からちょっと落として、最後この木があるんで、まあ、木で切って、次、まあ、木から始まろうかなっていう感じでちょっとやっていきたいと思います。よー、はい、スタート。ちょっと前に進んで、はい、OK。 で、次のシーンが、まあ、ここから行くんで、こう入っていくときに、まあ、右側見てるかな、それで繋がるように1カット目はそんな感じかな。じゃあ普通に撮るとこに入れてください。はい、はい、で、これだと撮影するときに足元までこう入れたくなるけど、実際は上の景色とかが桜とかこう緑とか綺麗じゃないですか。今なんかめちゃくちゃ桜吹いてるから、こう全身こう映すというよりかは、ちょっと低めでこう上に煽っているだけ。基本ちょっとくるぶしよりちょっと下はまあ映さなくていい感じなんで、こう撮るだけでも全然映像。じゃあちょっと歩きます。で、右見ます。はい。これだけで全然雰囲気変わりますよ。なんで、まあ、こう上から撮るというか、少しこう下げて、で、上に上げてあげるんですね。で、あとはまあゆっくり撮ります。で、まあ基本的には、この被写体の人はまあ真ん中に置いてあげた方が、まあ、いいですね。
こう左右のこうキーとか映っちゃうとちょっとなんかいかついというかなっちゃうの、目がそっちに行っちゃうんで、基本こういうなんか映したくないものは映さないように前から始めて、で、ちょっと上上げて低いとかで上の景色見込んでるだけで、全然変わってくるという感じですね。いいね。一応さっきこう木で切って、あの右側見て終わったと思うんですけど、まあ、右側からこう右向いて右方向にまあ来るぞみたいな感じを出してこう右側に歩いてるんで、まあ、自然につながってるってところと、結構まあ桜で撮るときに普通にまあこういうとことかでも全然撮れるんですけど、この背景が桜いっぱいあるところの方が映像を見たときにいっぱいこう画面いっぱいに桜あるんで、なんか綺麗に、ね、まあ、特にその普通に撮るときってこう撮ったりする、で基本的にも映像は中心に、まあ、置くと、左向いたり右向いたりというか、まあ、真ん中にいた方が多分いい感じに撮れる、で後ろから向かう、であとはこういう前の前景をこう使うだけでもいい感じになる、こう感じなんで、まあ1カット目と一緒でこう全部人物映して足元まで撮っちゃうっていうのはこうちょっと低めで上に合うだけでもこう全然雰囲気が変わるんですよ。でこういう木とかあっちゃうとちょっと映っちゃうので、まあ基本的には映らないようにするの方が綺麗ですね。じゃあ3カット目いきます。あ、次3カット目いくんですけど、次はまあ回転動きのある感じでこう撮っていこうと思ってるんですけど、気をつけるポイントは、まあ、1カット目と一緒で、まあ、こういう足元というよりかは、まあ、ちょっと少し低めから煽ってあげる、で回転するんで、まあ、基本的にこう被写体中心に置いて回っていくっていうのと、まあ、ここの距離は一定の方が綺麗に見えるって感じなんで、まあ、一定の距離でこう回す。太陽あっちなんで、まあ、この辺が多分一番明るい。例えば反対側来たらこっち待ってくらい顔落ちるんですよ、逆光なんで。だからまあ順光で、あ、ここがほら、あ、綺麗、顔綺麗に見えるんで、まあ、ここで使える絵を頑張って撮る。だからこの辺が、じゃあ半回転しよう、この辺ぐらいかな。行きます、よー、伝ってくるね。はいはい、回って回る、はいはい、で止まる、あー、みたいな感じかな。 OK、 じゃあ3カット目はそんな感じ。眩しい。じゃあ最後のカット、あ、行きましょうか。じゃあ最後は、まあ、桜の埋もれるシーンで、まあ、広い絵でもいいんやけど、まあ、最後は寄りで、結構、まあ、3倍とかにすると桜との距離近く感じるんで、まあ、さっき下に切ったんで、まあ、上から持ってきて、で桜見て、あ、でそっち見る、よーい、スタート、はい、あ、いいねいいね、まだよ、まだよ、ポイントは、まあ、今まで結構ちょっと広い絵で撮ってたんで、まあ最後は3倍とかで寄りの絵で、で結構後ろをこう桜いっぱいにやっぱしたいんで、まあ咲いてて後ろの桜も光が当たってこっち側とか当たってないんですか、こっち側暗い、まあ、こっちというよりかはちゃんと光に当たってる桜をバックに、ね、あ、ここいいな、ちょっと緑映るんだよね、この辺ぐらいかな。で、反対向いて撮ります。
いかがだったでしょうか。ということで、まあ、本当に気をつけるポイントっていうのもすごく難しいことじゃなくて簡単で、本当に撮影の時に少し気をつけるだけでですね、素人っぽい映像が、プロっぽい映像に、なっていくので、まあ、そういったところもですね少し意識しながら撮影していただければですね、普段撮影している映像のクオリティとかもですね上がっていくと思いますので、ぜひ皆さんもですね、取り入れながらですね撮影していただければと思います。はい、ということで、今回はですねスマートフォンで撮影する時の、気をつけるポイントをですねお話しさせていただきました。また次回の YouTube でお会いしましょう。バイバイ。